引き立てではダメなんです。入り立てでないと。コーヒーは以前コーヒー屋をやっておりました。こういう部下を褒めなきゃダメですよ。今日は国際コーヒー協定についての外交防衛委員会での一部です。終盤に差し掛かったところで新葉幹事長の質疑で場がほっこりしたようです。それでは見ていきましょう。コーヒー協定についてお伺いしたいと思うんですが、大臣、外務省のポンチェコーヒーでした。なかなか洒落てますよ。これ作った人なかなかセンスがあるなと思いまして。こういう部下を褒めなきゃダメですよ。心の余裕がなきゃダメですから。外務省も大したもんだなと思ったら、調査室もコーヒー色でした。素晴らしい参議院外交防衛調査室。こういうウィットが私大好きでございまして、このポンチェ見てるとコーヒー飲みたくなるんですけども、実は文献上ですね、最初にコーヒーが出てくるのが10世紀初め、900年頃でございまして、なんとアラビア人のイスラム教徒のお医者様ラーゼスさんが患者さんにですね、コーヒーを飲ませてる。で、強心であるとか消化にいいとか利尿作用がある、まさにですね、もうこの頃からコーヒーが利用されていたわけでございまして、日本には1600年代の出島に来たというふうに聞いております。実はですね、アメリカが最大の消費国で、先ほど私が質問しようとしたアメリカが入ってないってことはもう畑さんが聞いてしまったので、無理やり時間を引っ張るわけではないんですけども、なぜアメリカが一番の消費国に なったかというと、実はイギリスがですね、オランダやフランスとのコーヒー貿易競争に負けまして、イギリスは紅茶を飲むようになるんです。で、そのお茶をですね、アメリカにどんどん輸出して税金をめちゃめちゃ高くして取ったんですね。これに現地のアメリカ人が怒って、いわゆる1773年のボストン茶会事件が起こりまして、船のお茶を全部ボストンの海に投げ捨てて、アメリカ人がコーヒーを飲むようになったという歴史があるわけでございます。まあ、たかがコーヒー、されどコーヒー、お茶やコーヒーで戦争があったり国が独立するわけでございますから、イギリスのお茶がなかったら今のアメリカはなかったということかもしれませんが、そこでですね、実はアメリカだけじゃないんです。カナダも入ってなければ、中東の国々、このコーヒー発祥の中東の国々も、オーストラリアもニュージーランドも中国もこの輸入国としての加盟入ってないんですね。これもうちょっと加盟国増やして、この価格の安定等々のですね、実効性を高めるべきだと思うんですが、どうなんでしょうか。鯰江経済局長、最大の輸入国のアメリカについて機会を捉えてですね、我が国としてももちろんこの協定の締結についてご承認いただいた後にですね、締結を働きかけていきたいということをご答弁申し上げましたけれども、これはアメリカだけに限ったことではございませんで、その他の国々、今おっしゃったような国々についてもですね、できるだけ加盟輸入国ないし、輸出国がかなり入っておりますけれども、特に輸入国について加盟国を増やしていくことができれば望ましいというふうに考えてございます。新葉和也君、まさにブリックスはじめとする新興国がですね、どんどんコーヒーを消費するようになったり、やはりコーヒーっていうのは常習性がありますから、これからやはりコーヒー協定っていうのはなるべく多くの皆さんにこの加盟していただくということが大事なんだろうと思います。実は我が家は茶農家の端くれでございまして、コーヒーも飲みますがお茶も飲みます。1万平米足らずのお茶を今でも仲間と一緒に栽培しているんですけども、その私がですね、以前コーヒー屋をやっておりました。コーヒー屋を始めた理由は、お茶の需要がなかなか伸びないんですね。お茶の消費がなかなか伸びないんで、仲間と一緒にコーヒーを飲む国々の方々にも日本茶飲んでもらおうじゃないか、そのためには飲め飲めじゃなくて、我々がコーヒーを飲む代わりに皆さんもお茶を飲んでくださいという運動を始めたんですが、このオペレーションはまだ成功してません。なかなか難しいオペレーションでございます。私が始めたコーヒー屋はアレフコーヒーという言葉でございまして、先ほど金子先生がイスラエルの話をいたしましたが、ヘブライ語の最初のレターがアレフという言葉で、生命の起源とか命の始まり、すべての始まりというのがアレフという言葉でございまして、若干ヘブライ語を話すものですから、アレフという言葉を作ってアレフコーヒーという会社にしたんですが、なんとオウム真理教がアレフになりまして静岡県警から変えてくれと名前を言われまして、泣く泣く変えたわけでございますが、
私が始めたのはですね、世界に一つしかないコーヒーを作ろうと。コーヒーというのは奥が深くございまして、毎朝コーヒーを挽いて飲んでらっしゃると言いますが、平木さん、挽きたてではダメなんです。入りたてでないと、コーヒーは入りたて、挽きたて、入れたてと、これが一番おいしいわけでございまして、さまざまな豆や入り方、挽き方を工夫して、小野田先生だけにしかない例えばコーヒーを私が作りますよというビジネスをやっておりました。あまりも分かりませんでしたが、実はコーヒーの産地にはですね、ブラジル、ケニア、エチオピア、コロンビア、インドネシアって、これは産地でございます。その他に豆でですね、キリマンジョロとかブルーマウンテン、モカ、ブラジル、コロンビア、グアテマラとかあるんですが、高山の方はもう国の名前がそのままコーヒーの豆の名前になってます。モカっていうのはイエメンにある港、そこからコーヒー豆が出荷されたので、モカっていうのは港の名前で、キリマンジャロ、ブルーマウンテンというのは言うまでもなく山の名前がそのままコーヒーの名前になっているわけでございます。で、先ほど平木先生がおっしゃったように、コーヒーのこれ原種っていうのは3つあるんですね。アラビアカとロブスタとリベリカっていう、大体3種類なんです。で、このアラビアカっていうのは一番メインでございまして、おおむねの6割がアラビアカ種でございまして、これがですね、実は病気に弱くて栽培が一番難しいんですけども、一番おいしいんです。だから我々飲んでるほとんどはこのアラビアカ種でございまして、何が大変かっていうと、標高1000メートル以上のところで作らないとおいしいアラビアカの品種ができないので、それで2050年問題で、気候温暖化のこの環境問題でコーヒーが大変になるぞっていうことを質問しようとしたんですが、もうさっきやっちゃったので、ちょっとうんちくを述べてみたわけでございます。ぜひ大臣、コーヒーを飲む際はボストン茶会事件をはじめとして、いろんな歴史があると同時に、コーヒーもいいですけど緑茶も美味しいですよ。ぜひ緑茶も消費していただくよう、大臣最後コメントいただいて、今国会最後の質問に帰りたいと思います。どうもありがとうございました。林外務大臣。審判員はいろんなことにお詳しいのは承知しておりましたが、コーヒー屋を展開されてコーヒーについてこれだけ博識であるというのは今日初めて、このお聞かせをいただいて、ただただ感服して聞いておった次第でございますが、私も外務大臣というよりも元農林水産大臣としてですね、やはり国産のお茶、これは輸出にも確か尽力をしてきて、少しずつ輸出も増えてきているとは思っておりますが、産地のいろんな状況も当時聞かせていただいて、環境整備ともやってまいりましたので、コーヒーを飲むからお茶を飲んでくれということに加えましてですね、いろんなことを展開していくことによって、コーヒー、紅茶、日本茶、いろんなこの個人の嗜好に応じて消費が高まっていく、これを需給安定させていくためにも、このコーヒー協定さらに広げてまいりたいと、こういうふうに思っております。新場和也君。コーヒー、紅茶、緑茶に関わらず、さまざまな農産物が作られ、我々は嗜好がどんどん高くなっていくわけでございますが、流通するにせよ、消費するにせよ、常に生産家の方々にですね、国内外を問わず、中南米やアフリカで豆を栽培し収穫をされている生産家農家の方々に思いを馳せて、コーヒーを楽しみたいと思います。以上でございます。